この写真は2018年にロンドン東部のベスナルグリーンという場所でおばあちゃんのジェーンさんがですね、自分の娘と孫の写真を撮りました。場所は V&A 子供時代博物館と呼ばれる建物なんですが、古くは1872年6月24日に当時の王太子、後のエドワード7世なんですがによって、ベスナルグリーン博物館として開館された、とても歴史のある建物なんですね。よく見ると格子になっている部分から2人の東洋人の女性がこちらを覗いているのがわかります。一人はですね、青白く活気がなく、伝統的な中国の洋服を着ているように見えるんですね。そしてよく見ると彼女は建物の内部と外側の両方に同時にいるように見えるんです。そしてもう一人は左側の女性なんですけれども、宙に浮いているように見えるんですね。この建物を所有していた時代に実は財政難に陥ったことがあるんですね。一時的に博物館ではなく労働収容所として利用されていました。写真に写っている人物はですね、その時に強制労働を余儀なくされた2人の中国人女性の幽霊であると考えられています。この写真はですね、旅行者がアメリカのコロラド州のロックスボロー州立公園、ここに旅行した時に撮ったものなんですね。そして美しい山々を背景にした写真を撮影しようとして、その最適な場所を見つけたので、この大きな岩の上に登ろうとしているところを写真に収めたんです。するとよく見てください。岩の付け根の周りの背の高い草の中に小さな男の子が立っているのがわかります。その様子は全体的にぼやけていて半透明なんですけれども、一部が透けているためにですね、後ろに草が見えてるんですね。もしこんなところに子供が一人でいたら旅行者の誰かが気がつくでしょうが、この時に子供を見た人はいませんでした。実はこのロックスボロー州立公園はですね、今までに1600人以上が行方不明になっている場所なんです。そしてその一部は未だに発見されていません。もしかしたら幽霊のような子供が現れたのも、ここで行方が知れなくなった男の子なのかもしれないですね。この写真はとてもとても怖いんでですね、閲覧には気をつけてください。これはある人がカナダのアルバータ州のサイドレイクにある自宅で写真を撮ったものなんですね。どうしてこのような写真を撮ったのかというと、家の暗い窓から何者かが見ているような、そういう不吉な気持ちに悩まされていたために思い切って写真を撮ったんです。するとこのようなものが撮れたということなんですね。窓の外には覗き込む不気味な顔が映り込んでいます。画像のですね、明るさを調整するとより鮮明に出てくるんですね。暗闇から見つめるその顔は非常に目がはっきりとしているんですけれども、全体的に皮膚がゾンビのようにほころんでいるんです。この場所ではですね、地元の人たちによる幽霊の目撃情報というのがとても多い場所で、そういったことからですね、自爆霊、そういったものが映り込んだのではないかと思われます。この写真はフィリピンで撮られたもので、とても怖い心霊写真なんでですね、気をつけてください。プールサイドでくつろいでいる2人の男性が写っています。ごくありふれた1枚のスナップ写真なんですけれども、よく見るとですね、恐ろしいものが写っていました。
背後に潜んでいる存在に二人は気がついていないんです。普通にカメラに微笑みかけていますね。左の男の子の後ろをよく見てください。プールの手すり付近に怖い顔をした何者かがこちらを覗いているんですね。ちょうどプールから上がってきてるんです。その顔はカメラを見つめて輝く目を持つ不思議な、そして不気味な表情をしててですね、肌の色は濃いグレー、そしてその青白い顔はまるで悪魔のようなんです。この幽霊の正体は誰なのかは分かっていませんが、プールから出てきているので、もしかしたらですね、このプールで亡くなられた方なのかもしれません。これはですね、アメリカのアイオワ州の今は使われていないリスケージ刑務所という場所で撮った写真なんですね。撮影者は超常現象の調査のためにここにやってきたジョン・アールさんという男の人なんです。黒い服を着た男性の幽霊が映り込んでいるんですね。この服装はですね、1930年代から40年代の地元の警察が着ていたバッジがついたジャケットなんですね。これを着用していることが確認できました。同じものを当時の刑務官もここで着ていたとのことなんです。そしてここはよく心霊写真が撮影できる場所としても有名なんですが、この刑務所はかつて教会の遺体安置所の跡地に建てられているそうで、昔から夜中に足音がするなどの心霊現象が多発していました。また過去に暴動が起こった時に銃が暴発して一人の刑務官が亡くなっているという、そういった事故も起こっているんですね。この写真の男性はその刑務官の幽霊である可能性が高いと言われています。この写真はですね、トレイルカメラで撮影されたものなんですね。このカメラは遠隔操作によって撮影ができるものなんです。写真の右側に白い霧状の霊体が映り込みました。周りの木々のピントはしっかりと合っているんですが、この霊体だけですね、非常にぼんやりとした輪郭になっています。ですのである、程度スピードを出して歩いて動いていたのかもしれません。よく見るとですね、ポケットに手を入れて歩いている男性のように見えます。はい、これはですね、頻繁に怪奇現象が発生しているアパートの一室で撮られた自撮りの写真なんです。写真を撮った女性はですね、新しい場所に引っ越して以来、自分は本当にここは一人ではないという感覚に陥っているそうで、そのためにちょっと自撮りの写真を撮ってみようということになったんですね。するとこのような黒い影が映り込みました。その様子は人の形をしていますが、完全に真っ黒なんですね。髪の毛が長いか、もしくは頭に何らかのベールをかぶっているように見えます。彼女を悩ましているものの正体がようやく出てきました。こういう黒い影の霊体はですね、ここにやってくる人たちを排除しようとすることがあるそうなんですね。ですのでネガティブな感情を持っていると言われてますので、注意が必要です。